はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファン PS2 プレイしていきます。さあ、そして4つ揃っていてあと1つですね。で、今回は前回言った通り冬眠させてですね、また復活させて、日付を進めて復活させて、はい、このブリリアバトルに合わせてきました。さあ、どうなるかな。これでここを勝てばラスボスと戦えるはず。いや、ここは確かヘンガーに負けたんだったっけな。アルシエル、マグナス、ボー、こいつらは知らないな。あ、こいつだったら戦ったことあるかな。アルシエル、え、マジで、え、あるのそんなこと。あ、マグナスってあいつだな、前回負けたやつだな多分。なんだったんだアルシエルって。情報見とけばよかった。危険したんだ。ぶっちゃけライバルのモンスター弱いからな、狙い目だよ。このいや、やばいよこれ。賢さ技もらったら相当やばいことになると思うよ。どうしよう。まずは力技やってもらおうか。こいつ一回ボコったよな。よし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 。次、よし、よっしゃ、勝った。さあ、どいてなさい、君は。さあ、次勝てばいけるはず。ひでえ負け方だな、確かに。アルケスです、アルケスですか。何者？うわ、ヘンガーだ。足なくない？足あるのか？あれが足？短くない？うわ、賢さタイプ。あ、一発でいけるタイプか。あ、これは一発でいこう。速攻、速攻。うわ、当たったら負けるよ。いや、どうしろって言うんだよ、今の。何もできないよ、今の。うわ、最後のやつやばいな。また1年進めないとダメ？え？死んだのかと思った。いやー、もう、よくは頑張ってない。そう。マジか。マジか。一年待たないとダメ？どうしようかな。いや、でもラスボス見たいもんな。もうロードはしたくないし、やっぱ一発勝負。今までもそうだったんだから。まあ、ジョーカーの時は違うけど。ジョーカーの時は違うけど、最初のこのジョーカーの時は違うけども、仕方ない、これは。また冬眠させて。いや、次無理だったらもう厳しいよな、正直。いや、でもあいつに勝てる気がしないな。最初打たれたらどうしようもないもんな。寝てください。じゃあまた別のモンスター育てて、この金の種を育てて、見えないけど姿プラントなんですけど、それでまた1年待つしかない。こいつって、あいつが育ててたプラントじゃないかな。ライバルが。さあ、1年飛びますかね、これで。どこで育てようか。
はい、そして1年経ちましたんで、こいつの能力はこんな感じになりました。こいつはまあお金稼ぎ用なんで特に言うことはないと。さよなら。また1年育てるかも、場合によっては。マッスルドン頼むよ。会費700あんのにな。3つぐらいメモリあったよな。間違えてしまうな。さてと、どこでもいいんだけど、まあ行きましょうか。今回はさすがにこれが最後。このまま負けまくるようだとやっぱり寿命との戦いになると思う。うわっ、マグナスいるか。強えんだよなこいつも。力技打たせたい。うわ、待てよ、これで4つあるぞ。あ、地道に行くか。やばい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 。おお、大丈夫。あ、よっ、マジで1年やったのに。こんなことあるか、マジで。いや、あるよな、それは。それはあるけどさ、死んじゃうよ、ほんとに。死にますよ、こいつ。しかも負けるんかい、マグナス。何回挑戦すればいいんだよ。いや、めっちゃ怒ってるけど。いや、言いたいよ、言いたいけど、言いたいけど。大丈夫か、生きてるか。やっぱりロードは使いたくないんで、もうこれは仕方ないな。また次回これに挑んで2回ぐらい後に挑めるかな。寿命的にわからない。こいつのパップももう望めないと思うんで、そんなに。これは数打つしかないということで、はい、次回以降もまた挑戦していきたいなと思います。ということで、今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、全て秋につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。